ではあの定刻となりましたので、ただいまより千葉大学アカデミックリッチセミナー、アルプスセミナー今年度第2回を始めさせていただきます。あの、私はアカデミックリッチセンター長の竹内でございます。どうぞよろしくお願いします。あの、本日はお忙しいところ多くの方にお集まりいただきましてありがとうございます。あの、本日 の、 あのセミナーのテーマは大学教育における ICT の活用、効果的な活用ということで、北海道大学オープンエデュケーション、オープンエデュケーションセンターの事例からということで、ご報告をいただくことになっております。で、大学教育におけるその ICT の活用ということにつきましては、もう以前からさまざまな議論が重ねられているところでございますけれども、数年前に非常に大きな脚光を浴びましたその MOOC でありますとか、あるいはその前に議論されていたオープンコースウェア、あるいは最近ですとオープンエデュケーショナルリソーシスといったような言い方もされますけれども、さまざまなリソースがネットワーク上で利用できるようになっていて、でそれらを使った教育という観点での議論もありますし、またそれらを作って出していくというその観点での議論というのもあるところであります。でそのようなその教育学習の環境の大きな変化の中で、その ICT が実際教育の中でどのようにその効果的に活用されるべきなのかということについては、まあ、あの議論していても、まあ、時によってその課題が変わり、また状況が変わって、もうこれでいいということはなかなかないという状況かなというふうに思っております。まあ、そのような中で、あの今回はあの北海道大学のオープンエデュケーションセンターの事例について、あの詳細についてお話をいただくということになっておりまして、その中で、まあ、我々としてはその最先端の最も新しい状況のその ICT の効果的な活用ということについて、お話を伺うという素晴らしい機会になったかというふうに思っているところでございます。また今回ですね、このテーマを私どものアルプスセミナーの一つとして選ばさせていただいた大きな理由は、私どものアルプスの、まあ、活動というのがですね、教育学習支援の専門職養成というところにあるわけでございますけれども、その教育における ICT の活用といったようなことを考えた場合に、その教員だけがですね、これをやろうと思ってできることではないということが背景にはございます。で、ICT の効果的な活用ということをやっていく上で、例えば私どもでも、MOOC の利用が、MOOC じゃないので、Moodle の利用がですね、非常に多くなってきているところでございますが、じゃあそれを実際に教員がうまく活用していく、あるいは学生がそれをうまく活用していくといったようなことを考えると、ただ単にこういったものがありますから使ってくださいというだけでは済まないという現状が、まあ、あるわけです。でそういったことにつきましても、今回北海道大学のオープンエデュケーションセンターの中で、そのどのように対応し、でこれらをうまくその教員男子学生が使っていくためにどういうその支援体制が組まれているのかということを合わせてお話を伺える機会となることを強く期待しているところでございます。それでは、まず最初にですね、北海道大学の情報基盤センターの准教授でいらっしゃいます重田勝介先生から、大学教育における ICT の効果的な活用、e ラーニングを活用した学習支援を踏まえてというテーマで、お話をいただきます。で重田先生には、北海道大学のご事情だけではなく、さまざまな調査の結果なども踏まえて、我が国全体の、あるいはその世界的なその、大学教育における ICT の活用といったことにも踏まえた、非常にまず幅の広いお話をしていただくということをお願いしているところでございます。それでは重田先生、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、北海道大学の重田と申します。本日は、このようなセミナーにお招きくださいましてありがとうございます。私からはですね、こちらにあります通り、大学教育における ICT の効果的な活用、 e ラーニングを活用した学習支援を踏まえるということでお話をさせていただきます。本日はですね、このような ICT の効果的な活用ということで、私ともう一人、私の所属します、高等教育推進機構オープンエデュケーションセンターの長島特定専門職員の2名で、お話をするということに、させていただいております。で、この2名からですね、私の方は、まあ、またこの
私の方からは、このような ICT の活用に関する部分で、高等教育全般のところの話を若干差し上げた後に、北海道大学の事例ということで長島さんのからご紹介すると、こういうふうな、二段構えといいますか、そういう形で進めさせていただければと思います。で、本日はお時間も、かなりいただいておりますので、私が関わっている、調査等も踏まえてですね、そのあたりのご紹介を、お時間を許す限りさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。で、内容としてはこちらの2つになっています。1つ目が、高等教育機関等における ICT 利活用の現状ということで、ご承知の方多いかと思われますが、ICT、大学 ICT 推進協議会もございまして、これ、アクシーズというふうに訳されているんですけども、国立大学や一部の私立大学が中心となりまして、大学における ICT の利活用に関するさまざまな活動ですとか、取り組みを行っている団体です。で、私はですね、この中に ICT 利活用調査部会というものを、昨年度立ち上げまして、これ以前にですね、例えば放送大学ですとか京都大学で行われてました、全国の高等教育機関に対する、ICT 利活用の実施調査と、こういうふうなものを引き継いで実施をしております。で、これをですね、アクシーズとして、昨年度から引き継ぎましょうということになったわけなんですが、この調査をですね、実施いたしまして、この結果がちょうど出て、この夏に報告書としては公開される予定です。で、そちら内容を多少ご紹介して、このような、日本の高等教育におけるですね、ICT の効果的な活用ということの前に、そもそも現状がどうなっているのかということを、いくつかデータでご紹介できればなと思っております。で、次はですね、このような背景を踏まえまして、e ラーニングを活用した学習支援の可能性ということで、これは私自身の見解を多分に含むものなんですけども、オープン、オンライン、コンピテンシーベース、こういうキーワードでいろいろ書かれる部分があるのかなと思っています。というわけで、北海道大学自体もですね、こういうふうな、これから進むべき方向を踏まえて、いろいろ、例えばオープンエデュケーションセンターの中の取り組みとして打っているというところもございますので、そのあたりの関連も多少踏まえながらご紹介するというふうにさせていただければと思います。で、まず最初にですね、こちらのアクシーズが行っております調査の概要についてご紹介したいと思います。で、この調査はどんなものかといいますと、こちらにございます通り、高等教育機関における ICT 利活用というのは非常に重要性を増しているということはもう皆様ご承知かと思います。で、実はですね、日本では、2000年代後半ぐらいから、当時の、メディア教育開発センターとか、放送大学を中心としてこのような調査も十数年にかかった、10年以上にかけてやってきたわけなんですが、実は諸外国を見てみますと、このような ICT 利活用調査というのは実際もうあまりないというのが現状です。多分これが示すことというのは、もう ICT 利活用に関してというかインフラに関してはもうほぼ普及が終わっているというところで、実際これをどう活用していくかというフェーズに入っているということなので、ある意味その調査というものについては必要性がなくなっているということなのかなと思います。とはいえですね、昨年でもこの調査を行いましたが、実際のところは、我が国においてはですね、ICT の導入傾向についてもまだばらつきがあるという状況がありまして、おそらくそれには、いろいろなメリットがある一方で、予算コストを含めた障害もあるというところが明らかになっているというところで、大学とか機関の特性に応じて、若干ばらつきが出ているのかなというふうに思うわけです。そういうことがあるにしてもですね、こちらに書いてます通り、大学教育の質を向上させるですとか、スケーラビリティを確保する、またその多様な学び手に対する学習機会を提供するということに対しては、ICT は不可欠だろうというふうに思われるわけです。で、そういう中で、まずは、日本における実態把握をしましょうということで、エビデンスに基づいて各機関が、例えば自分たちの機関が、全体の中でこういうところは優れているが、こういうところはまだ努力する必要があるというふうな、エビデンスを手に入れてですね、それをもとに、インフラですとか利活用そのものの拡充をしていくと、そういうふうなことに役立てればということでやっている調査でございます。で、先ほど申し上げました通り、こういう調査も10年代さまざまな機関が主体となってやっておりますので、ある意味その定点観測的な意味もあるわけでございます。つまり、これまでの調査の同じようなことを聞き続けて、それはどのように、例えば向上してきたかということを把握することで現在の状況を明らかにしようというところもあるわけですね。というわけで、このような調査を実施しているということです。
で私自体は、こちらの調査を実施している、まあ、ICT 利活用調査部会というところの、まあ、主査を務めておりまして、大学教員数名とあとアクシーズ本体のさまざまなご支援をいただいてこの調査を、まあ、昨年度に実施したということになっております。で調査の名前としましてはこちらにあります通り高等教育機関等における ICT 活用教育の推進に関する調査研究ということでいくつかの内容について活用状況を尋ねるというものです。一つがその組織戦略ですね。つまり大学の中でこの ICT というものにどれぐらい重要性があるというふうに認識していてどう進めていくか。で二つ目がオープンエデュケーション。これは一昨年度に京都大学でこのような調査をした時の内容を引き継いでいるものなんですけれども、いわゆる OER オープン教材と呼ばれるものですとか MOOC これをまあどれぐらい導入しているかまたそれをどういうふうに活用しているかというところを尋ねるものであります。次はですね ICT 活用教育実施状況ということで、まあICT を活用した教育ですとか授業がどれぐらいの割合実施しているかという内容。次が、ICT 活用教育の遺伝決定のところですね。これは各機関の、まあ、代表者、例えば大学でしたら大学事務局に今質問紙を送付して、そこの方々や、ご関係の先生方もしくは学部等に転送していただいて回答をお願いするというものなんですが、その中でおそらく組織の中で ICT 活用教育を推進する上で、まあ、いろんなメリットやもしくは問題点が見えてきているだろうと、そういうものを、まあ、しっかり調査で明らかにするというものです。あとは学内の支援体制ですね。このような、ICT 活用教育をする部分についてはいわゆるその大学の中の、まあ、情報センターと呼ばれるような、まあ、そのいわゆる、ハードウェアの部分で支援をする部分とあとはその教育支援といいますかつまりそういうものをどういうふうに利活用していくかということを、まあ、支援していく、まあ、まさにこちらのアカデミックリンクセンターなど、まあ、そういう事実かと思いますがそういうふうな、まあ、両面の組織が、まあ、ハードソフトどちらも必要ということになっています。でそれがどれぐらい拡充されているかということを聞いているものでございます。でこちらについてはですね、今年の夏をめどに報告書をアクシーズのホームページで公開するようになっておりますので、これまた改めてご紹介できればと思います。でですねちょっとお時間も余裕がございますので、今こちらに出しているものよりも少し詳しいスライドがございますがちょっとこれにつなぎ替えて説明の方を続けさせていただきます。はい、じゃあ続けさせていただきます。申し訳ありませんがお手元の資料でカバーされていない部分がございますのでそこは口頭で補っていただきさせていただきます。申し訳ありません。この調査はですね日本の高等教育機関、例えば大学ですとか学部研究科短大構成、まあ、様々な機関がありますけども、まあ、それぞれに応じて、まあ、どのような利活用しているかということを、まあ、質問紙の部分でもですねいくつか分けて調査をしたというものでございます。でどういうものを聞いているかといいますと例えばこの基本情報としましては、まあ、各大学のキャンパス数ですとかサプライトオフィス数学部研究科数専任教員数学生数正職員数年間の授業数とも聞いております。実はこの年間の授業数が大事なところで後半の調査でですね、いわゆる ICT を活用した授業をどれぐらいの講義数していますかということを聞いております。つまり大学全体もしくは機関全体の講義の数の中で ICT をどれぐらいの割合活用しているかということを、まあ、算出するごとにこれを使っているわけで、まあ、なかなかこれを回答することは難しかったりするわけなんですけどもそこをなんとかお願いして聞いていくというふうな形になっております。あとは組織戦略はこちらのようなもので例えば ICT 活用教育に対する重要性の認識ですとか以上にアクションプランへの反映全学レベルの立案、まあ、つまりこのような ICT を活用するということを、まあ、どれぐらいのレベルである種トップダウンに推進しているかということを確認しているわけですね。
あとはこの ICT 活用教育を推進する組織のレベルですとか、あとはまあ気になる部分の推進資金ですね。要はこういうことでどれぐらい全額として予算を確保しているかという部分、あとはこの人材ですとか効果測定、あと対象者ですね。最近ですと MOOC ですとか、このような ICT 活用教育が学内にとどまらない部分もありますので、そういうところを踏まえて確認をすると。あと人材の部分は非常に重要で、ICT 活用教育を推進する部分での、特にその教育支援、つまりこの活用方法というのを一緒に考えて実行していくという部分で、人材確保しているかということも聞いているわけです。あとはオープンエデュケーションですね。こちらにあります通り、主にこの OER と MOOC に関して聞いている内容です。例えばこの OER に関する認識、こういうものを知っているかということもそうですし、あとこれを提供しているかということ、あとこの提供目的ですとか、あとは他大学のものを含めてこれを学内の教育に利用しているかという部分です。 MOOC に関してはこの提供状況の講義数ということもありますし、あとはこれをどういうふうに提供しているかと。ご承知の通り MOOC はですね、日本ですとその JMOOC という組織で日本語の MOOC を開講するという大学が今国内でかなり増えてますけども、それと同時に英語の MOOC、 これを大学のグローバル化ですとか、留学生の獲得を目的として英語でやっているものもある、つまりそれによって提供目的がだいぶ異なってきているわけですね。そういうところも把握するというものです。あとはその他大学の MOOC 含めてこれを大学の教育に利用しているかと。最近ですと一部の大学が大学で作った MOOC を反転授業に使うみたいな事例もいくつか出てきてますけども、そういうことも含めて聞いているというものになっております。次はこの ICT 活用教育の実施状況ですね。一つがこの LMS の導入状況です。おそらく皆様の大学もしくは機関でもすでにご導入済みかと思いますが、この LMS はある意味 ICT 活用教育を事業内もしくは事業外学習で使うときには必須になる学習管理システムと呼ばれるものでして、これを実際どれぐらい使っているかというところを確認しているわけです。また ICT 環境も非常に重要で、例えば無線 LAN ですとか講義収録システム、こういうものの種類をいくつか挙げておりまして、その各機関でどれを使っているかということの数を聞いています。次はこの ICT 活用教育の利点決定ですね。つまりこのような教育に期待される効果は何かと。これも例えば学習意欲の向上ですとかコスト削減とか教育の質向上と項目を挙げてそれを選んでいったという形になっております。で、実際効果を得られたかというところとその結果、一方でですね、このような ICT 活用教育の導入の推進、これを妨げるような要因もいくつか想定できるわけで、例えばそのスキル不足ですとか予算人の不足等があるわけです。またこのデメリットですね、これは例えば予算コストの増加等も含まれるわけですが、こういうところについても聞いております。あとは支援体制ですね。先ほど申し上げたいわゆる情報センターのような、技術支援を行うところと、こちらのアカデミックリングセンターなどは代表的ですが、教育支援を行う組織、それぞれについて尋ねると。あとはその組織が、どういうふうな、支援内容をしており、例えば学生アルバイトを活用しながら、推進しているかと。あとはその組織の抱えている問題や、セキュリティ支援等の発生状況ですとか、あとは最後のところはですね、これかなり多くの項目を聞いてまして、実は北海道大学にもこの調査来まして、これを回答したのが私自身が担当してやったんですけども、もう1時間ぐらい回答にかかってしまうと結構大変なものでして、そういう中でやっぱり回答するのは難しい項目もあるわけですね。でそういうものを確認して、次回の調査につなげるということもさせていただいております。で実際この調査はですね、昨年の11月から今年2月にかけまして文部科学省の協力を得ましてアクシス実施すると。実は前回の調査まではですね、文部科学省がこういう調査も主体的に実施して、これを放送大学ですとか京都大学に委託すると、いわゆる委託事業という形で実施しておりました。ですけども、これもなかなか難しいところなんですが、昨年のこの委託事業自体が出ませんで、でどうするかというところでアクシー自体の予算を使ってやると、その中でやはり文部科学省の協力を得ているということは非常に、こういうもののご協力をいただくという部分ではどうしても重要になってまいりますので、協力の文書をつけていただくと、そういう形で実施したということです。あと、忙しい教職員の方々にですね、この点の調査を、お願いするにもなかなか、調査自体の回答を忘れてしまったということも起こるわけで、そのところですとか、もしくは回答についてのさまざまな質問を、コールセンターで受け付けるということも行いましたし、
実際、調査に関してはですね、これまではもう紙面でお願いしている部分もあったんですけども、ウェブアンケートで京都大学でライブサーベイというものを持っておりまして、まあ、これを使って、まあ、できるだけ簡便に回答していただく、で、まあ、集計に関しても効率的に行うというふうな形でやっております。でこのようにアクシーズのホームページ上で告知をしまして、まあ、こういうフォームで答えるというふうな形でした。で実際の回答状況なんですけども、まあ、このような形で、期間全部で言いますと、まあ、65.2% ぐらいの回答がありました。これは文部科学省で、委託でやっていただくと、まあ、ほぼ 同数ということで、まあ、アクシーズという、まあ、なかなかまだ知名度も少ない組織がやったということにを踏まえると、まあ、非常に多くの方に回答していただくかなというふうに思っております。まあ、しっかり調査ですので、できるだけ多くの回答を集めるということは非常に重要なことがありますので、まあ、そのあたりは我々としても工夫をしたというところでありました。まあ、結果的に 65% ぐらいの組織の方に回答いただいたという状況です。で実際の結果をここからですね、ご紹介していきたいと思うんですが、例えばICT 活用教育の重要性というところですと、9割以上の機関の方が非常に重要であるというふうに認識されていました。こちらのグラフ、文字が小さいので口頭で補足させていただきますが、青の一番左の青のところがとても重要である、でオレンジのところがある程度重要であると回答しているところで、まあ、つまり、上から大学、短大、高等教育専門学校、学部研究科なんですが、まあ、多くの機関ではほとんどの方が重要であるということは認識されているということが、分かりました。あとはこの全学レベルでも計画立案がされているかというところですね。これの真ん中の部分が、まあ、大枠の目標のみ示されている、その下のところが年度区切りの集計結果ということで、一番下のところが年間の詳細計画があるというふうな部分です。で、黄色が大学で、グレーが短期大学なんですが、まあ、全体的な傾向で言いますと、まあ、年間、これを細かく立案しているというのはなかなか難しいという状況で、一番上のところが立案されていないんですね。まあ、つまり、例えば大学ですと、まあ、17.6% ぐらいは、ICT というものがこの計画の中に入っていないということで、まあ、やはりまだ、全て立案されているという状況ではないのかなというふうな印象は持たれます。あとはこのビジョンやアクションプランへの記載ということですね。大学のアクションプランに ICT 活用ということが謳われているかというところなんですけども、これは前回行われました2013年度調査と昨年度行ったものの比較ということであっております。基本的にですね、どの機関も伸びているんですが、公立大学だけは若干下がっているという傾向がありまして、ちょっとこの原因については今の調査を分析をしているという段階です。まあ、最近公立大学が私立大学からこちらに転換して増えたということもありましたので、若干補修団の感じが変わってきているというところもあるんですが、まあ、いずれにせよですね、まあ公立大学を、まあ除きますと、例えば、国立大学ですと 88.4% は、ビジョンアクションプランに ICT 利活用ということが入っているというふうな結果になっておるということです。あとは推進組織ですね。これも一番大きいのが、上から5つ目の全学共通組織というところで、例えば、国立大学ですと、まあ、66.4% くらいは ICT 利活用に関しては全学推進組織があって、進めているということになっております。まあ、あとはですね、存在しないというのがどの機関も1割程度あるということなんですけども、まあ、全学的もしくは学部に一部、工学部なんか多いようですが、そういう中で推進されているものが多いというふうな結果になっております。あとは推進資金の確保ですね。これがなかなか難しいところなんですが、結果から言いますと、例えば大学、一番大学は青い場合でありますけど、大学の 72.9% は学内資金というふうになっておりまして、その下の政府からの競争的外部資金というのが国立大学で 32%、 他の機関ですと 20% を切ると、まあ、こういう結果になっております。まあ、以前はですね、2000年代初頭ぐらいは外部資金で ICT 利活用を促進するというのもかなり多かったんですが、まあ、皆様ご承知の通りだいぶ焦点が変わってきてまして、なかなか ICT 利活用だけでは外部資金を取るのが難しくなっているというふうな現状があるようです。まあ、そういう中でやはりこれを推進するのは学内資金に頼ると、かつまあ全額推進組織ということで、なかなかその予算の確保難しいのかなということもまあ想像されるわけです。で実際どれぐらいの資金が確保されているかといいます と、これは一言で申し上げると結構ばらつきがあるなというところになっております。例えば一番上が大学事務局なんですが、これをですね、右に行けば行くほど額が大きくて、
ここの濃い青のところはこれ 13.3% 書いてるんですけど、これは5000万以上、53校と書いてるんですね。だから、大学ですと今全国で400校弱あるんですが、まあ、その中の、6分の1弱ぐらいは、かなり大きい額が確保されているというところになります。ですけども、1000万以下のところもですね 40% ぐらいありまして、かなりしっかり確保されているところとそうでないところにまあ差があるというふうな状況かなと思います。これは多機関によっても同様でしてね、例えば、まあ、学部研究科なども、ここに聞いているんですが、まあ、そこについてもやはり多く確保できているところがなかなかないと。高等専門学校、まあ、高専に関しては4割弱ぐらいがまあ50万円以下ということで、なかなかまあ厳しいという状況かと思います。次が、オープンエデュケーションに関する調査なんですけども、半数程度がですね OER というのは存在したり認識しているということです。でこれなかなかその海外の調査との比較も難しいんですけども、海外だとその教員向けにOER の認識について調査しているものがありまして、まあ、それが半分超えるということはまあ実際なかなかないという結果を出ています。まあ、大学事務局でしたりその、まあ、大学の運営側なので、まあ、このような、まあ、先進的といいますか比較的最近出てきた内容についても認識早いのかなと思われますが、まあ、まだ半数程度の方はまあご存知もないというふうな状況なのかなと思われます。であとは利用状況につきますと、実際利用してますというのが、国立大学でも、そうですね、今使っているというのが 13% が非常に少ないと、まあこれから利用を予定しているというところも含めても2割弱というぐらいのようです。一方この中で特徴的なのは、この下から2つ目の、高専でですね、高専は、時期は未定なんだけども、将来的な利用を検討しているという方が非常に多くて、他の機関と比べると突出しているという状況です。まあ、おそらく高専の場合は、カリキュラム含めてですね、ある程度共通のところもありますので、このような共通の教材をオープンにして、まあ、シェアするというところについては、もしかすると大学よりも導入が早いのかなと思われる部分もあります。次は MOOC ですね。これについても各社に聞いてるんですが、ちょっと数字が小さくて恐縮なんですけども、まあ、全般的に言うとまあ若干上がってきているというところがあります。例えば、合計で言うと113校だったのが、この2年間でまあ20数校増えまして136校だったということですね。まあ、なかなか大幅伸びとは言えないんですが、まあ、減っているという状況ではないということは、ご覧いただけるかと思います。あとはこの提供目的なんですけども、これはやっぱかなり期間ごとに変わるかなというところがありますね。例えば期間別で言いますと、順にですね、高等教育機関としての社会貢献ですとか広報とか障害学習の支援というところが多いんですけども、大学の場合は留学生を獲得したりと、まあ、いわゆるグローバル化に関する部分ですね、こういうところですとか、まあ、多様な教育機関、これ字が違ってますね、提供の選択肢の拡大というものが多いようです。あとは設置者別で言いますと、国立と公立は障害学習の支援というある社会貢献的なところの要素が高いですとか、国立は留学生の獲得が高い、私立は低い、まあ、こういうふうな傾向を見ております。これはおそらく各機関の特性がそのままMOOCにどう取り組むかというところに反映しているのかなというふうに思われます。実際、日本で MOOC を提供している大学を見てますと、国立大学は英語の MOOC の効果にかなり積極的ですが、私立の部分は、まあ、JMOOC で日本語の講座を提供するのが大半でして、まあ、おそらくそれは、その対象者がですね、海外の留学生志望者、留学志望者なのか、国内の受験生、もしくは障害学習なのかというところで、かなり違ってきているのかなと思います。次は LMS、これお手元の資料にございますけども、これはですね、今かなり伸びてきているというのが現状です。例えば国立大学ですと9割弱、89.9% ぐらいはもう LMS を導入しているというようになってまして、私立、公立と若干下がりますが、まあ、公立でも半数はすでに導入しているということで、これは、この手の調査をですね、2009年度からずっと継続でやっているんですが、おしなべて増加傾向にあるということは間違いないかなと思っております。あとはこの全学的な ICT 環境ですね。この中でも、まあ、いわゆるツールですとか、まあ、種類に応じて、まあ、かなり導入が進んでいるものとそうではないものが結構分かれています。例えばほぼ全ての機械に導入されているというのはいわゆるシラバスの公開、ウェブシラバスのようなものですね。これですとか、まあ、履修登録システム、
あとは教職員学生向けメールシステムやウェブサイト管理システム、このものはかなり導入されているんですが、講義収録システムですとか、e ポートフォリオシステムですね、つまりこういうふうに実際、教費のところの記録を行ったりですとか、学生の達成度評価に使うようなものについては、まだ導入が比較的遅れているという現状になっています。で、導入の目的としてもですね、これも結構分かれているなというところがありまして、例えば学生に対して便利な環境を提供するですとか、教職員の作業効率化、こういうところは結構ですね、あと教育の質向上やアクティブラーニングの利用、こういう部分も最近増えてきておりまして、あとは授業外学習時間増加等が続いていると。一方で、例えば大学の知名度、競争力の向上ですとか、留学生や受験生の獲得、これは MOOC ですとか、広報部分、広報的な意味合いの部分ですけど、こういうのはまだ少ないというところですね。あとは予算コスト削減というところも、実際長期的には期待できるところなんですけども、現状としてはなかなかそれがあるときには見なされていないという状況もあります。次は効果に関してなんですが、これもこちらのグラフをご覧いただきます と、実はですね、青のところが分からないんですね。だから半数ぐらいの期間の方、これ大学短大それぞれ全てそうなんですが、実際導入してみたけども、半数ぐらいの期間の方は導入の効果があったのかっていうのはなかなか難しい、把握しづらいというところが実際あります。で、その左隣のグレーの部分はですね、やや見られるということで、こういうものについて、若干見られるなというところと、半数ぐらいのところの方はなかなかその把握するのが難しいというふうに思ってらっしゃると、こういう対照的な状況が見えるわけです。で、この中で、導入の効果が見られたというところで回答があったのは、例えば教員の作業効率化ですとか、学外にいる学生の学習リソース提供、アクティブラーニング型授業とか、こういうものがありました。つまりですね、例えばその e-learning を活用して、学生が授業外で、LMS から教材を見られるですとか、教員の、例えば成績処理のところの効率化、もしくは ICT を活用して、アクティブラーニングを実施するということは一つの形として、定着しつつありますけども、こういうふうな、ある副次的なところも含めてですね、効果があるというふうには見られているようです。一方、このような導入を妨げる要因としましては、こちらにありますような、例えばですね、教職員の理解やモチベーションが不足しているんですとか、教職員の ICT スキル、システム運用や、コンテンツ開発のノウハウ不足、著作権処理、予算、時間、人員等があります。実はこれ回答項目に学生の ICT スキルというのがあるんですが、ここは全く問題にならないというふうなことが出ております。やはりこの教職員の方のサポートですとか、あとは教材作るレポート作成処理等々、またこういうところをサポートする、予算や人員の不足というところを皆さん、この妨げる要因として挙げてらっしゃるようです。で、デメリットとしてはですね、予算コストやシステム、もしくは不慣れな教員の職員への対応ということで、やはりその初期の導入コストにどうしてもお金がかかりますので、こういうところが非常に難しい。特に最近は外部的な競争資金が取りにくくなっているという現状もありまして、なかなかこれの、一括導入と大規模な導入が難しくなっているのかなというところが、見て取れます。で、これ最後のところなんですが、支援組織のところですね、これ技術支援、いわゆる情報センターのところなんですけども、こういうのは比較的、半数ぐらいの組織で、国立だと6割ぐらい、多少ばらつきはありますが、組織自体はある。一方、この教育支援はなかなか少ないということで、国立大学はですね、43% ですか、比較的あるんですけども、短期大学等ですと非常に少ないですし、若干そのばらつきが見られるようです。つまり、この技術支援のところに比べて教育支援の組織というのはなかなか拡充が進んでないというふうに見てもらいます。はい。で、これはアクシーズそのものとしてのメッセージなんですが、こういう報告書を公開することでですね、またこれを継続することで、日本における ICT 利活用調査の状況を把握しようということもやっておるわけです。で、またこういう調査は2年後にすることになっているんですけども、今年度に関しては BYOD を活用した教育関税に関する調査ということでやっていく、つまり特色のある調査というのをですね、毎年挟んで、あと2年に1回 ICT の利活用全般に関わるような調査を実施すると、そういうふうなことも検討しています。
あとはまあこれはアクシーズにその加盟していらっしゃる大学の限定の部分になるんですが、まあ、いわゆる大学ベンチマークというようなことを想定してですね、実際じゃあこのような MyCT 活用の、環境の導入というのが他大学に比べてまあ進んでいるか遅れているのかと、まあ、そういうところを見ていくと実際大学として次に取り得るべき政策が見えてくるというところもあります。まあ、そういう中でですね、このような調査を活用していくというふうなことも、実施しております。まあ、というわけで、全般的にいろいろご紹介いたしましたが、日本大学の中では、進んでいるところと進んでいないところ、もしくは、ある程度予算規模を投入しているところ、そうでないところ、若干ばらつきが大きくなっているというふうな現状で、なかなか利用の効果というのも明確に、見定めることが、全ての大学ができているわけではないというところが、難しさかなというふうに、感じております。はい、ちょっとここでスライドを切り替えさせていただきます。はい、ということでですね、ここから後半のお話に入っていきたいと思うんですが、このような調査をやっておりますと、こういうふうな基礎データを踏まえて e ラーニング、ICT を活用した学習支援ということを考えていきたいということなんですけども、例えばですね、先の調査でも ICT 利活用を目的として挙げられた項目というのに、いくつかあったということは、ご紹介したかと思います。例えば学生に対し便利な環境を提供するですとか、教職員の作業効率化、教育の質向上、アクティブラーニング、資料外学習時間の増加、こういうところは非常に良かったんですけども、一方でですね、予算コスト削減ですとか、あとは大学としての、知名度獲得ですとか、競争力向上というところはどうしても少なかったということはございます。なので、ある意味、学内の教育の質を向上するために ICT を導入するんだというところの共通認識を持っていらっしゃると思うんですけども、そういうものが、例えば大学の、外向きの部分のさまざまなメリットというところにつながるというところについては、なかなか理解が、これからなのかなというところもあるわけです。で、本来的にはですね、ICT の導入ということが、どういうふうな効果が期待できるかということについて、これは私なりの整理ではあるんですが、主に3つあるかなというふうに考えております。1つがですね、こちらにありますこのオンライン教育ですね。これによる対面教育の補完というところです。つまり、先の調査でもございましたが、この授業外学習時間の支援というところ、つまり、大学の授業の中でですね、中だけですと、さまざまなレベルの学生がおりますので、こういう学生に対して、同じような授業をしているだけで本当にいいのかということも考えられるわけです。つまり、学生の入学時、もしくは入学後の必修レベルに応じた教材ですとか学習機会、もしくはさまざまなサポートですね、学習の方法の、いろんなレクチャーですとか、いわゆるサポートセンター、こういうものも、関わると思いますけれども、さまざまな学習支援が必要になってくるということが一つあります。もう一つはこの発展的学習への対応ですね。つまり、ある分野に興味を持って、そちらの学部に進むみたいな、そういう専攻みたいなことが大学の中にあるとか、特にそうなんですが、発展的学習のためのさまざまなリソース、こういうものに学生にアクセスできるというのは、ICT があれば非常にそのあたりは簡便になりますので、そのような形で、いわゆるオンライン教育、これを、対面学習に導入して、そこの機能を補完したり伸ばしていくと、こういうことに対して効果があるのかなと思われます。2つ目はこのオープン性の部分ですね。私自体もオープンエデュケーションの研究者なので、ここをちょっと押していきたいというのは正直あるんですが、単純にですね、大学の中の教育のカリキュラムに、閉じているだけではなくて、もう少しその、オープン性を導入することで、教育の多様性を確保できるというところもあります。例えば、先ほどから OER の認識というところもご紹介しましたが、こういうオープンな教材を導入するところのメリットといいますのはですね、つまり大学の中だけで、作ることができない教材を、他大学もしくは、インターネット上から、適切なものを導入することで教材自体を多様化して、学生の、発展的学習ですとか補習に備えるということができるわけです。またその大学の中だけ ですね、教材を作るとはなかなかコストがかかりまして、この後国大の事例もご紹介するんですが、大学の授業のためにさまざまな教材を、開発してますけども、正直結構手がかかります。で、そういう中で、一部ですね、海外の教材を日本語に翻訳すると、そういうことで教材を作っているところもありまして、
もしくは、まあ、例えば、英語で授業を実施するプログラムでしたら、海外ですと、学部教育に対応するような OER がほぼ揃っているという状況になってきていますので、そういうものを導入することで教育にかかるコストをそもそも削減するということも実は可能なわけです。あとはこのような、まあ、オープン教材ですとか e ラーニングを適切に活用しますと、授業の前の部分で、いわゆるレクチャーで学んでいたことは事前に予習をすると、それで授業に臨んで、例えば討論ですとかレポート作成、まあ、グループ活動、いわゆる、まあ、アクティブラーニングにつながるような、まあ、知識を使うような、活動をすることで教育方法効果を上げると、まあ、いわゆる反転授業というものですけども、まあ、このようなブレンド型学習を導入することで、まあ質を向上させるということにつながる側面もあります。で、3つ目の部分はおそらく、今から出てくるところだと思うんですけども、いわゆるコンピテンシーベースと、まあ、能力ベースの教育の支援というところですね。まあ、つまり、日本の大学の場合は、まあ、大学設置基準の中で、学生の学習時間が定められていて、まあ、この例えば1つの単位に応じてこれぐらい想定されている、まあ、授業時間がありますと、その学習時間をきちんと確保しなさいと、まあ、ある意味授業を15回来て予習復習をきちんとするというところで、教育の質を担保しているところがあるんですが、もう一つの考え方として、あるレベルに達するのであれば、人によって学習時間の長短があって問題がないという考え方もあるんですね。こういうのがコンピテンシーベースの能力ベースの、まあ、教育もしくは評価というふうに言うわけですが、まあ、こういうふうなことをしていくと、学生それぞれの、まあ、学習レベルとか、まあ、興味関心もしくは、まあ、意欲に応じた、まあ、カリキュラムですとか、まあ、学習時間の、上手な配分ということがもう少しできていけるだろうと思われるわけです。で、なかなかこれはそうですね、評価自体を精緻にする必要がありますので難しいところがあるんですが、この時に例えばルーブリックを導入すると、つまりそれぞれの授業でどういうふうな能力や知識を身につけなくてはいけないかということがきちんと定義されていると、まあ、出口評価の部分で相場確保されますので、例えば授業の半分を e ラーニングであって残りを対面授業のような、まあ、ブレンド型にしたとしても、例えば e ラーニングのところで学生の学習時間が多少、量が変わるということがあったとしてもですね、ルーブリックでもって、授業の最後にきちんと能力を評価するということができれば、そこについては多少学習時間のばらつきがあっても、この学生は、この授業で求められた知識や能力を確保しているということで、まあ、安心して単位を出すことができるわけです。例えばそういうことができるということですね。まあ、つまりそういうふうにルーブリックをきちんと導入してこれを活用することを支援していくと、より学生の、まあ、ニーズに応じた、もしくは彼らの状況に応じた教育環境が提供できるということですね。あとはこの小刻みな評価による形成的評価の導入というふうに書いてますけども、ルーブリックを導入したりですとか、まあ、そういうものをあるベースにして学生の達成度、先ほども紹介ありましたが、ポートフォリオ、このもので評価していきますと、単純にその出口評価、出口の一括評価だけではなくて、授業を実施していく中でですね、小刻みに学生の知識や能力を、知識や技術を評価していく。そうすることによって、まあ、授業の中で進めていくという問題点を、前半の、形成評価で問題ができたから、後半のところで授業方法とか、与える教材をそこで追加する、もしくは改善するということをして、全体の学生ができるだけそのルーブリックで決めたような一つの学習目標に到達できるようにすると、まあ、終了率を高めるということなんですけども、そういうこともできるようになるわけですね。まあ、つまりこういうふうに学生を能力ベースで評価するということになりますと、まあ、そこでルーブリックを用いて小刻みに評価するですとか、まあ、学生の能力をですね、最終テストだけではなくて、例えば e ラーニングの中のオンラインテストとか、そういうものを使って、もう少しこまめに見ていく必要があるわけですね。これをまあ対面教育で、まあ、全て紙ベースでやると非常に手間もかかりますので、こういうところでまあ ICT を上手に活用すると、能力ベースの評価ができて、まあ、大学としても学生が単純にこういう授業を取りましたということではなくて、だけではなくて、学生がこういうふうな授業を受けて、こういうふうな能力を身につけましたということを、まあ、トータルで見せることができる。ということで、例えばそういうふうにできてきた、まあ、ポートフォリオとかそういうものをですね、学生の進学とか就職の活動に使うと、そういうふうな可能性もあるわけです。まあ、つまりこういうふうな3つぐらいの効果は本来は期待できるので、ICT 活用というのはですね、まあ、単純に導入することを、まあ、コストメリットは、将来的に見込まれるということももちろんあるんですが、これらの視点をまあ踏まえて導入していくということが大事かなと思われます。で、実際まあ諸外国の事例を見ていますと、まあ、例えばこういうことが進んでますよということで、
この右側にあるものはですね、ニューメディアコンソーシアムというアメリカの、大学関係者企業が作っている、教育技術を活用する、を活用することを推進するのコンソーシアムがあるんですけども、そこは毎年ホライズンレポートという例えばアメリカとか諸外国においてどのような、ICT の利活用をしているか、どういうふうな新しい教育の形ができていくかというのを毎年レポートにまとめています。これ日本語版も出てますので、ご興味のある方は、ホライズンレポートなので検索してご覧いただければと思いますけども、ホライズンレポートの中ではですね、今後 1,2 年もしくは 3,5 年の間に普及が進むと思われる教育方法や技術というのを毎年提案しているんですが、今年出ましたホライズンレポートですと、この上に書いている2つですね、 BYOD とラーニングアナリティクスというのは今後1年ぐらいでもかなり普及が進むだろうというふうに言われているわけです。つまりですね、北海道大学もそうですが、大学の中には1000台弱ぐらいそういう、大学生用端末があって、それを使っていろんな教育をしていくわけなんですけども、学生がすでに自分の PC とかタブレットを持ってますので、それを大学の中で使えるような形で ICT 活用教育をしていくと、こういうふうなことが急速に進んだろうということが一つ、いわゆる BYOD ですね。もう一つはラーニングアナリティクス、つまり、LMS ですとか、MOOC でもいいんですけども、そういう、デジタルのいろんな教材を使って学んでいくと、学生の学習履歴データを、大学として集めることができると。で、例えば学生の、達成度ですとか、そこである程度学んだ状況というのをデータを持って把握することができるようになると、学生それぞれに応じて、適切な補助教材を提示したりですとか、より発展的な学習内容をするグループをそこで形成したりすると。それによって、学生の学習状況を分析することで、よりそれぞれの学生に適切な、教育の機会を提供する、こういうことがラーニングアナリティクスだと思うんですが、こういうことも LMS の中にこのラーニングアナリティクスをするさまざまな基盤技術がだいぶ整ってきましたので、これも普及するだろうということが言われているわけですね。あと、MOOC に関しては、皆さんご承知の通り2年前にかなり、バブル的に取り上げられたところがあって、今はだいぶ落ち着いてきたなというところだと思うんですけども、今起きているところはですね、この MOOC で作られた教材とか、そこで認定証を発行する仕組みみたいなことを、もう実際に教育場面にかなり結びつけて使うというふうなことが増えています。例えば、MIT やオープンユニバーシティは MOOC を使って、MOOC の履修者に対して、大学院もしくは大学の、単位を出すということが、実は行われています。で、一部の予想ではですね、今後5年ぐらいでトップ大学 学部卒 の資格を MOOC だけを使って出すようになるのではないかという話も言われていまして、そのあたりの予測というののシーンはいろいろありますけども、実際現状は例えばコーセラとかエデックス、海外の MOOC プロバイダーやコンソーシアムの中では、学部教育に関してはほぼその分野をフォローするぐらいの基礎的な教材がたまってきているんですよ。なので基礎的なところは MOOC でやっていって、発展的なところは大学もしくは何かオンラインの学習コミュニティ等を形成してやるということで、学部教育のある程度のところはこれでカバーしてしまうということが、実際コンテンツの面では可能になってきているということがあります。で、その下に書いているこのアリゾナ州立大学の例なんですけど、ここはMOOC を使ってですね、トレンジ教育をやっている。実際どういうことかと言いますと、アリゾナ州立大学という名前がついた MOOC がいくつか走っているんですけど、そこで認定証を取った後にアリゾナ州立大学に入学手続きをすると、そこで例えばやっている、例えばスタディースキルとか基礎的な内容については大学に入学した時にすでにもう単位をもらっているということになるんですね。つまり、ある意味お試し入学みたいなことができて、そこで、MOOC の中で認定証を取ると、もうその授業というのは、もう初年次で既に受けているというふうに認定をして、単位を出すということを実際やっているということなんです。つまり、これは授業の種類によるんですが、かなり大規模授業でやっていて、そこである程度、一人でコツコツセルフラーニングをすれば、学習目標が達成できるだろうという内容については、わざわざ何百人も入るような大人数の教師をやる必要はなくて、そこはもうオンラインできるんだというふうな考え方で、あれに取り組んでいるわけなんですね。こういうふうなことが進んでくると、大学に入る前にその大学の教育を試して、でそのままそこに入学するみたいな、そういうふうな、パスができるというふうなことも考えられます。
あとはですね、そのオープン教科書なんですけども、特にアメリカとか南アフリカとかの事例で言いますと、海外におけるオープンエデュケーションの半分ぐらいこの OER というものをオープンな教科書にして大学にとか、まあ、2年生大学、カレッジに導入するというふうなことが多いですね。と言いますのは、まあ、ご承知の通り日本と違って非常に教科書代が海外、特にアメリカ高いので、年間あたり、調査によると学生が10万円以上教科書に費やしているというふうなデータもあります。そうなってきますと、まあ、教科書代を払うだけでも結構学費の圧迫になってきますので、まずこれを下げることで学費を下げていって、学生が卒業するときに、まあ、借金を抱えて卒業すると、こういうことをなくするようにしようということが、まあ、社会問題化してそれを解決するというふうな方向に動いているわけですね。なので、まあ、様々な財団ですとか政府がこういうオープン教科書を作るということにかなりお金を投じてまして、こういう教科書は結構今できています。例えばアメリカですと、13の市の大学が連携してオープン教科書を作ってそれを授業の中に導入すると。で、まあ、この前提としては、例えば授業のナンバリングが進んでいるですとか、まあ、いろんな大学へ行ってもその授業の科目が特に基礎的なところある程度共通されているというこの前提があるからうまくいく、まあ、そこは日本と違うところなんですが、という話もあるんですけども、こういうふうなオープンな教科書を導入して教育コストを下げるというふうなことも進んでいます。ですから若干日本の、まあ、コンテキストというか、まあ、状況とずれるところはあるんですけども、オンライン教育のインフラですとかコンテンツを使って、まあ、その教育の部分を変えていきましょうということが、まあ、先端的なところを含めてかなりできているなというふうな状況なんです。で、これがもう最後のスライドになりますが、まあ、そういうふうにやっていく中で多分日本ではいろいろ課題があるだろうなと思います。で、まあ、一つが正直やはりその制度面のところかなとは思ってますね。まあ、つまり大学設置基準を、まあ、真正面から解釈して、まあ、15回授業をしっかり確保していきましょう。そういう中でやっていくと、なかなかその一部を、まあ、e ラーニングで代替するということは実際のところなかなか、まあ問題があるわけです。まあ、その中で例えば学部教育においてはですね、まあ、いわゆるメディアを利用して行う授業というものを、まあ、60単位実施しているという話もありますし、大学院ですと、基本的にメディアを利用して行う授業で、まあ、全授業をやってもよろしいというふうな、基準になっています。まあ、大学院に関してはフリーラーニングやってかなりありますけども、学部教育でもですね、こういうところを上手に活用して、まあ、ある意味省力化できるとか省力化すると。で、大人数を相手にするような、まあ、授業では、このような ICT を活用していくと、コストも下げられるし、教育効果も場合によって上がるだろうということも期待できるのかなと思われます。で、2つ目が予算面ですね。これは最近外部的な、競争資金が取りにくくなっているというところも問題としてあるんですけども、デバイスやインフラ導入の費用ですとか、まあ、こういうものをどう使うかと、またその、ICT を使って例えばアクティブラーニングの方法をどういうふうに学内に普及するかと、こういうところはなかなか、LMS とかデバイスを買っただけでは難しくてですね、それをまあ支援する、まあ、専門的な人材が必要なわけです。こういうものの確保っていうところは実際課題になってますし、まあ、先ほどの調査から見える通りこのあたりがなかなか難題なのかなというふうに思われます。で、やはり ICT を導入っていいますのはそのスケールメリットが出る、例えば、まあある教科に対してそれを、教えられるような e ラーニングの教材が揃うですとか、学内の2000ラーンが普及すると、そういうことになるまでにある程度初期投資が必要になるわけで、まあ、ここのところをどういうふうにカバーするかというところがおそらく大きな問題なのかなと思います。で、3つ目がその教育方法の普及ですね。まあ、ある意味その ICT 環境というのは、まあ、社会的に見れば大学は非常に導入が早くて、まあ、インターネットですとかイベントとかそういうのは、まあ、世間に先駆けて導入というのがあったわけです。まあ、そういう中である意味その緩やかに、ある意味大学はまあ先端的な立場にいながら ICT の普及というのが進んできたわけなんですけど、まあ、現在はですね、ある意味社会の方が動きが早いといいますか、学生の方がまあはるかにそういうふうなデバイスを、まあ、日常生活で使いこなして、まあ、そういうものを使って例えば高校でスタディサプリを使って学んで大学に入ってくる、まあ、そういうことが普通に起きているわけです。となりますと、まあ、今度は大学の教員がどういうふうにこのような教材ですとかインフラを使いこなすかというところにいきます。で、その中ではどうしても新しい教育方法を導入するということが必要で、例えばそのブレンド型学習ですとか反転授業の導入方法ということを、まあ、大学として把握しながら、まあ、それをある意味全額的に支援する必要があります。まあ、このような ICT を活用した教育方法の導入支援とか事例共有ということをやらないといけなくて、これもなかなか、ある意味、危機というよりも人員面ですとかその大学のノウハウを、作っていくですとか他大学と共有するというところにかなり、
まあ、苦労があると、まあ、その辺は、日本ですとなかなか、まあ、そういうノウハウが溜まっていないというのが現状だと思いますので、おそらくその辺も課題かなと思います。で、まあ、ここからは次の話に来ているわけですが、まあ、そういう中で、まあ、北海道大学ではですね、まあ、主にこの教育方法の普及というところで、あのこのオープンエデュケーションセンターを作り、まあ、その中であの学内の先生方と、まあ、職員が共同しながらオープン教材 OER を作ったりですとか、まあ、それを使った新しい教育方法の普及というのをやっております。で、まあ、これをまだ、走り出して今3年目入ったばかりですので、まだまだ、始まったばかりのところが多いわけなんですけども、まあ、ここから先はですね、あの長嶋さんの交代をしまして、で実際北海道大学の中でどういうふうな取り組みをしているかということを、具体的な事例をもとにご紹介したいと思います。でまず私は以上となります。ありがとうございました。重谷先生ありがとうございました。あの後ほどですね、あの質疑応答の時間ございますけれども、あの今の段階で誰か簡単に重谷先生のお話の中でちょっと不明な点あるいは確認したい点などあれば、あのお受けしたいと思います。いかがでしょうか。よろしくございますでしょうか。それではあのどうもありがとうございました。それでは引き続きまして、北海道大学高等教育推進機構オープンエデュケーションセンター特定専門職員でいらっしゃいます、長嶋智弘さんに、大学教育における ICT の効果的な活用、北海道大学オンラインエデュケーションセンターの事例からということでご報告いただきます。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。私は北海道大学高等教育推進機構、オープンエデュケーションセンターで特定専門職員をしております長嶋と申します。今日はですね、この後40分近くですかね、お話しさせていただきますけど、まあ、あの途中でビデオなどを挟みながら、我々 あのセンターの取り組みをご紹介できればと思います。よろしくお願いします。私の方からはですね、まず最初に、センターの概要について、でそれから、センターで、制作しております教材の、種類ですとか、まあ、その紹介、それから、まあ、その教材作りを支える人材とか、あとは設備面での、体制のご紹介をして、でその後にですね、北海道内では今、7つの国立大学で、道内の教養教育の連携事業というのをやっておりまして、でそちらで、我々のセンターが作っている教材の、作っているんですけども、そちらの紹介ですとか、で最後に、MOOC、昨年の7月にですね、ちょうどこの時期になりますけど、北大が EDX で公開した MOOC について、ご紹介をいたします。でまずは、センターについてなんですけども、オープンエデュケーションセンターは2014年度から、に設立しまして、で高等教育推進機構に付属している、全学的な、センターになります。でそれまで北海道大学ではですね、まあ、OCW ですとか、あとはまあ工学部 と部局における e ラーニングの継続的な取り組みっていうのは、あったわけですけども、まあ、それを、全学的にまとめ上げて学内イニシアチブの統合ということでセンターが設立されました。で設置の目的としましては、まあ、大きく2つありまして、この後いろいろご紹介しますけども、OER、オープンエデュケーショナルリソーシズを、活用した教育学習支援を行う、それから、まあ、OER に関する研究開発も同時にやっていこうと、まあ、こういう目的で、設立されました。で、こちらにお集まりの方にはもう皆さんご存知のことかと思いますけど、一応あの定義としまして、こちらはOER の代表的な定義ですね、ヒューレット財団が出しているものなんですけども、ちょっと読み上げますと、OER are teaching, learning, and research resources that reside in the public domain or have been released under an intellectual property license that permits their free use and repurposing by others. Open educational resources include group courses, course materials, modules, and textbooks.Videos, test software, and any other tools, materials, techniques used to support access to knowledge. ということで、まあ、前半では、OER というのは、再利用可能な形でライセンスが付与されていますよということで、後半では、まあ、OER というのはただ単に教材とか、まあ、代表的なものですとビデオ
だけにとどまらず、まあ、いろんな形での教材が含まれますよということが書いてあります。でよくあの OER っていうのはそのウェブ上の教材っていうウェブ上の教材 と、混同されるんですけども、まあ、特徴としましては、下に書いてあります、まあ、無料 でアクセスが自由だっていうことと、あとオープンライセンスがついているので、先ほど重田先生のお話でもありましたけど、例えば、まあ、教員が他の OER を使って自分の授業でコースを組み立てたりとか、まあ、そういう再利用が非常に、簡単なライセンスが、ついているという、こちらの2つが特徴になります。で、センターではそのような OER を作っているわけですけども、まあ簡単に、大きく分けましてですね、まあ、2種類ありまして、1つは、まあ、従来の OCW のような、講義に出向いて、そこで収録し、それを、編集するというものですね。で、まあ、このように2つ分けたんですけども、まあ、厳密に言えば講義収録型とその他という形で、下の方はですね、まあ、教材設計理論、インストラクショナルデザインに基づいて、事前に、教員の方とお話しして教材設計をした、ものを作ったりですとか、あとは、スタジオに先生方に来てもらってそこで撮影したりですとか、あとは、フィールドに出向いてですね、まあ、例えばその前ですと獣医学の、教材を作ったんですけども、まあ、実際にその臨床実験のような映像を撮りに行ったりですとか、であとは、下の方は修正とか改善ということも前提においてまして、まあ、先生方のご要望によっては修正改善をするということもしております。で、ちょっと簡単に教材制作、制作教材の例をご紹介したいんですけども、こちら、右側にありますのはですね、OCW に掲載されている先ほどのカテゴリーで言いますと上の方の講義収録型になるんですけども、こちらは原子力人材育成コースの一つの講義でして、まあ、このように、下の左下に先生が写っているんですけど、これはまあ実際に講義をされている様子を撮って、で右上の方のスライドは、スライドをいただいてそちらを写して、でこのように編集をして、一般公開をしています。で2つ目のところですね、ペアプログラム、ペアプログラムっていうのはポピュレーション、アクティビティーズ、リソーシーズ、エンバイロメントの略でして、これは大学の世界展開力強化事業の国内に採択された、事業でして、北海道大学とあとタイとインドネシアの大学間で連携して、まあ、このポピュレーション、アクティビティーズ、リソーシーズ、エンバイロメントに関する負の連鎖というものを、性に転換していこうという、まあ、そのような人材育成を、目指しているプログラムになります。でこちらでは、この後、ビデオでちょっとご紹介するんですけども、まあ、国を越えての、プログラムなわけですから、まあ、時差があったりですとかいろいろ、まあ、障害があるわけ でそれに適した形で反転授業用教材を作っていきます。で、その1、下のところになりますけど獣医学、先ほど申した獣医学、こちらはですね、オスキー教材というものを作っております。でオスキーと言いますのは、オブジェクティブストラクチャードクリニカルエグザミネーション、日本語で言うと客観的臨床能力試験、医学系 の学生さんが、臨床実習の前に受けられる、試験がありまして、でそちらの対策を言いますか、まあ、そちらの内容を含んだ教材というものを作っております。で学生さんが臨床実験に臨む前に、まあ、臨床実験に関するいろんなことをビデオで事前に学習して、まあ、繰り返し何度でも見られるような環境を整えようということで作っております。じゃあちょっと、このフェアプログラムに関してですね、ビデオがあるんです。それをちょっと
大学と共同事業をやっているのですけれども、2時間の時差があるのと休日が異なるということで、授業時間の設定に悩まされておりました。でそこで e ラーニングを取り入れて、ほぼ問題が解決し、学生のディスカッションの質も非常に高まったと思って喜んでおります。毎年学生のプレゼンを収録し、オープンコースウェアで公開しています。授業では OCW につないで前年までの様子を頻繁に学生に見せます。学生は教室外でも参考にできるので、イメージ作りに助かっているようです。おかげで語学力や発表の質も年々レベルアップしており、国際交流の思い出作りにも役立っています。センターの取り組みを紹介したビデオに、はい、で、先ほどのビデオの冒頭のところにですね、このようなあったかと思いますけど、こちらでは、OER をじゃあどうやって制作しているかということを簡単に、先ほどのビデオにありましたことを紹介したいと思います。でこちらは主に最初にお示しした2つのカテゴリーの下側の方の、状態についてでして、まず順序を、確認しますと、教材を作る前にですね、まず教員と、あと 教材設計者というものが、職員でおりますけども、その2人で、制作論の確認ですとか、あと教材制作の目的の明確化をしてですね、十分に打ち合わせを行います。ここで、その教材の学習目標を設定したりですとか、あとは、テストはどういったものを作るか、そういった細かな内容まで話し合って、で場合によっては3回4回と回数を重ねて、教材の、目的というものをきちっと明確にしていきます。で、それを話し合った上でですね、教員に制作を、スライドの制作をお願いして、で出来上がったものをこちらで受け取って、でそれをもとにですね、2番目にあります絵コンテっていいますのは、教材設計の、設計書みたいなもので、ワードで作るんですけども、左側にその各スライドを置いて、で右側にはそこで先生がどういうことをしゃべるかとか、カットはどういうふうにというような、これを見れば、撮影のスタッフが、撮影を簡単にできるというような、そういう設計書になります。でそういうものを、教材設計者が作ったりですとか、こういう制作の過程で、何度も何度も教員と、場合によっては TA とかがそこに入ってくるんですけれども、そういう方々たちと、こまめにやり取りをすると、で教材を作っていきます。で教材を作り終わりました。次に著作権処理をします。でこれはOER で我々は作っているので、著作権処理というのが必須になっております。で講義資料内の著作物を、徹底的に調べ上げて、でこちらも専門のスタッフがいるんですけども、で必要に応じて許諾を取ったりとか、あとは、これは使えないものなので、こちらではどうですかというような、代替の、画像ですとか、そういうものを先生にご提示して、変更してもらうというようなことをしております。で、それが整いますと、ようやく収録に入ってですね、収録のタイプも、先ほどもうちょっと、ご説明しましたけど、実際にフィールドに、出向いて撮るようなものですとか、スタジオに来てもらってカメラを見ながら撮っていくものですとか、あとはそれこそ 4D に出向いて撮るような、いろんな科目ですとか、教材のタイプ、それから教員の、意向を伺った上で、意向に合ったような、収録形態を考えて
をしています。で、収録が終わりましたら編集作業になります。編集作業ではですね、まあ、収録した映像の編集をし、まあ、適宜表題制作者との確認が入りますので、そこで必要に応じて修正を行ったりということをしております。で、それが終わりましたら、教材設計者の最終的な、確認があって、でその上で、教員に、出来上がった教材をお渡しして、まあ、これでいいかというものを、確認をしていただきます。でこれらの、過程が済んだ上で、ようやく、まあ、我々は OCW の他に、Moodle、学内で利用する Moodle の、サイトもありまして、まあ、そういうようなプラットフォームで公開しています。じゃあ、まあ、このような制作過程を支える、まあ、体制の方はどうなっているんでしょうかということなんですけども、まあ、基本的に、数はバラバラですけども、職員の担当している作業の種類というのは大きくこのぐらいありまして、でこの青で囲っているものが職員ですね。PA というのは、科目によるんですけども、まあ、非常に専門的な科目であったりとか、あとは先生方が忙しいような科目というのは、PA をつけて、で PA に、教材制作の面でサポートいただいて作業してもらっています。で、左側の4つのところが我々のセンターの職員なんですけども、まあ、教材設計者っていうのが、まあ、インフラクショナルデザインの基礎的なことをきちんと学んだ教材設計者っていうのが入ってまして、で、この教材設計者が教員と話をし合って、まあ、学習目標を決めたりとか、まあ、インフラクショナルデザインの、観点を教材に取り入れて先生といろいろ交渉をで、収録編集スタッフというのも、いまして、教材設計が終わったものを収録編集スタッフが、引き継いで作業を行います。で、著作権処理の、専門のスタッフも今3名ぐらいですかね、おりまして、非常に これがオンライン教材を作る上では 大切かつ大変な作業なんですけども、こちらにも専門のスタッフを、雇って、作業の効率化を図っています。で、教材によってはそれこそこの著作権処理の段階で出てきて、これは、使えないような画像だとかいう場合は、イラストをかけるスタッフというのが、まあ、学生さんでいるんですけども、その方に、まあ、著作権の侵害をしないようなイラスト、まあ、これに似たイラストを作ってくれという依頼をしてイラストを描いてもらう。まあ、先生によっては、まあ、イラストのテイストが、まあ、非常に好まれてですね、イラストをもっと入れたいというような先生もいらっしゃって、でイラストを描いてもらっています。で、じゃあ、設備はどうなっているんだというんですけども、こちらは比較的新しい今年度、から使用している教室になるんですけども、これは、ですね、今映ってないんですけども、この後ろ側の、教室の後ろの上にですね、右側、左側に、カメラがついてまして、でこれを隣の教室で見ながら、カメラを操作して講義収録ができるというような教室になっています。でそれを操作するのがここでですね、隣の教室から、このカメラ、この下にバーがありますけども、こちらでカメラを操作して、講義の収録を行っています。またですね、スタジオっていうのも、まあ、こういうふうにありまして、で今順次稼働している新しいスライドになるんですが、新しいスタジオになるんですけども、まあ、ここで、先生に来ていただいて収録をして、でそれをスタジオの外で、見ながら確認し、して確認をしています。でこういうような、場所でですね、制作を行っています。でこれまでが、ここまでがですね、まあ、センターについてと、まあ、センターで作っている教材についてになります。でこの後、ね、まあ、北海道地区の国立大学教養教育連携事業についてちょっとご紹介したいと思います。北海道ではですね、道内のこちら北海道大学、北海道教育大学、北見工業大学、室蘭工業大学、帯広畜産大学、旭川医科大学、小樽商科大の、7国立大学、計10キャンパスになりますけども、こちらで、教養教育の、連携を図っております。でこの、目的っていうのがですね、まあ、北海道非常に広いですから、まあ、適地の大学とかでは、まあ、教員が少なかったりとか、まあ、
生さんに多様な、今日、科目を提供しようということで、各大学、先ほども、いろいろ医科大とか畜産大とか工業大というような各大学の専門性というのがありますので、それを、大学を超えて他の大学の学生にも提供しようということ で、これを、単位互換をして、他の大学で受講しても単位がもらえるような制度を作っています。で、こういうようなことですね、大学連携によるメリット教授というところですけれども、先ほど申しました幅広い学びの選択肢を学生に与えるということで、分野横断的な教育を実施していると。で、ここでですね、どういうふうに、連携しているかというところですけれども、こちらにありますような、双方向ビデオ会議システムというのを導入しまして、で、国大で例えば授業しているものを帯広畜産大学の学生がそのビデオ会議システムを通して同時に受講できるというようなシステムを導入しています。で、こちらを活用をしています。で、ここでですね、我々のセンターがこの北海道地区国立大学連携教育事業の、連携教育機構というものがあるんですけども、そちらから委託をで、委託をされてセンターが OER を作って、こちらの、教育連携事業での使用を想定して、教材を作りました。で、こちらでもちょっとビデオを一つ紹介したいんですけども、この後に話しますMOOCの話もこのビデオではしておりまして、でこちらも先ほど のオープンエデュケーションウィークで公開したものでして、これからお話しします、この道内の教育連携用で作った教材をどのように活用しているかというような内容になっていますので、1分半程度ですね。
それぞれ作業したりとか、まあ、ディスカッションこちらですね、ディスカッションをしたりして作業を進めている。で、それぞれの大学の学生はもう事前にその、この後紹介します教材を見てきているので、基本的な講義で、お示しするような、内容というのは身につけているんですね。なので、まあ、非常にディスカッションもスムーズですし、まあ、その、教員にとってもですね、非常にまあ効率化できるといいますか、非常に連携しているので楽っていうのはあるかと思います。で、これが、ACE というも呼ばれるものなんですけど、アカデミック・コモンズ・フォー・エデュケーションという、道内、国立大学連携事業用の、プラットフォームになりまして、オープンエデックスというオープンソースの LMS を使って、作っています。で、そちらにその道内連携用の教材をたくさん載せているわけですけども、まあ、非常にバラエティが豊かでして、応用、左上のですね、応用倫理学の教材でして、で、その横が地球惑星科学、で、こちらが、環境放射能と、で、下が、何ですかね、応用倫理学、で、その左が、制御工学、で、その左が、情報社会にもっていうようなの、教材になります。で、ご覧になって、お分かりになるかと思いますけど、まあ、イラストを使う先生とか、あとはもう実際の地球儀を持たれているような、そういう実物を持ってきて、なんか、講義を行ったりとか、あとは、まあこちらのタイプですと、まあ、スライドを表示して、左側に先生を置いてっていう撮影方法ですとか、あと左下のものはですね、まあ、電子黒板を使ったりとか、あとは、ペンタブレットで、実際にスライドに先生が書き込んで、それを収録するというような形態を取ったりですとか。あとはこの真ん中のは、実験映像ですね、まあ、実験をしているのでそれを取りに行ったりとか、まあ、いろんなここでも多様な教材があります。で、ここでは先ほどご紹介しました、前半の方でご紹介しました教材よりも、まあインストラクショナルデザインとかいうことに非常に、まあ、力を入れて続けてですね、というのも、まあ反転授業で学生が事前に見てくるわけですから、まあ自学自習という観点からも、非常に、まあ、力を入れて知識をきちんと、習得させようというようなことでやっております。で、特徴としましては、基本的にはビデオ教材なんですけども、各トピックごとにですね、短いトピックごとに10分以内のビデオになっておりまして、まあ、集中力を絶やさないような、設計をしております。で、各、この左側に、ずらっと出ているのは応用倫理学とはというのはこれ一周分になるんですけど、でその下に出ているのがイントロダクションっていうのが、そのトピックになるんですが、この週ごとに学習目標っていうのを定めまして、きちっとそれを、その目標を達成するような教材作りをしております。で、その学習目標についても、非常に明確にしましてですね、ただ単に理解できるっていうような曖昧なものではなく、まあ、行動目標で書いてきちっと説明ができるというような目標を目指してやっております。で、その目標を、評価するクイズなんですけども、各学習目標に対応したクイズを、各ビデオのすぐ後に入れてまして、ビデオの内容で扱ったものを、確認するような実施習得のビデオになっています。で、このような教材の視聴履歴っていうのも見れてですね、こちらではですね、この緑色の濃いところが、学生がよく見ているところ、薄いところが、まあ、見ていないところとか飛ばしているようなところもあるんですけども、まあ、こういうのが分かってきて、まあ、実際学生がちゃんと見ているかどうかとか、まあ、どの部分をスキップしているかとか、そういうようなことも把握しています。で、こういうようなことが分かっているのですね、分かってきてですね、ビデオ教材からテキスト教材にしようかというような取り組みもしています。と言いますのは、まあ、ビデオ教材ですと、例えばこの左側のものですと、まあ、スライドを切り替えて先生がそれに対応する内容をお話しするんですけども、まあ、学生によってはスライドの切り替わるところだけ見ていくというような学生もいてですね、だったらまあテキスト教材でいいじゃないかということで、テキスト教材にして同じ内容をですね、やってみました。で、これは、2015年度がビデオ教材で、今年度がテキスト教材だったんですけども、まあ学生 の、 その予習にかかる時間が非常 に、テキスト教材の方では短くなったけども、理解度は同じだというようなアンケート結果も出ています。で、最後にですね、国大が昨年度開校しましたMOOCについてちょっとお話
をさせていただきたいと思います。題はですね、こちらにあります、エフェクスで、去年の7月から8月にかけてですね、エフェクトオブレディエーション、アナイントラクションとレディエーションのレディアクティビティということで、原子力とか放射能に関係するような、内容の講座を開講しました。で、これですね、こちらが講座の概要になるんですけども、4週間で確認クイズが各ウィークにあって、中間テストがあって、期末テストで 100% の評価になっていまして、基本的に事前の知識が不要で、入門的な内容です。で、副大の、工学研究員と獣医学研究科から8名の先生方にご協力をいただいています。で、これが実は、エースのですね、道内連携で、制作した教材を英語化して、再利用して、特で開講したというようなことになります。で、こちらがその道内連携事業で制作した OER になるんですけども、これを英語に、このようにですね、同じスライドなんですが、これを英語にして、それを MOOC で公開したと思います。なので、再利用をしてやってみましたということですね。で、日本では、初めてのオープン MOOC ということで、教材すべてにクリエイティブコモンズライセンス CC by NC を付けて、MOOC 上の、教材もさらに学習者に再利用してもらえるような形で、提供いたしました。で、ここからですね、私はこの、講座の、担当していたわけですけども、運営などに関わっていたんですが、いろいろ、MOOC っていいますのも、基本的にが、終了率が低いですとか、それこそ登録して、最初のウィークに全然来ないというような学生がたくさんいるので、そういうようなことを踏まえて、どういうような、学習というか学習支援という観点ですね、からですね、どういうような工夫をしたかというものをお話ししていただきたいと思います。まずはですね、よくある質問ページを設けてですね、MOOC の初学者でも、どういった MOOC はどういったものなのかとか、OER って何だとか、あとは、内容に関することとか、事前知識は必要ないのとか、そういうような基本的なことを、E メールを使ってですね、学生からの個別の質問を受け付けていたんですけども、そちらで集まるような、よくあるような質問をこちらにまとめて、学生がすぐ見れるようにいたしました。また、OER で公開していたんですが、スライドの中には、このパブリックドメインとか、クリエイティブコモンズがついたライセンスも、表題で画像とかもあって、あとは、場合によっては、制限資料といってですね、この MOOC 用だけで、使用を留めてほしいと、それ以上の再利用はやめてほしいというような、画像というのもあったので、それを各スライドの、画像の横につけて、学生がこれを見て再利用したいと思ったときに、どの範囲であればいいのだろうということを明確に分かるようにしました。で、スライド自体もパワーポイントファイルで、提供しまして、グラフとかを抜き出せるような形で提供しました。で、ディスカッションボードの運営っていうのが MOOC で非常に、大変なんですけども、こちらは、私とですね、あと本講座で TA として雇った、工学研究員の学生にお手伝いいただいて、でこの TA の方というのは非常に優秀な方で、この分野を、深く分かっていらっしゃるだけではなくて、ご自身でも MOOCの受講経験があるということで、MOOC とはどんなものかというものを分かっていらっしゃる。で、英語も非常に堪能な方なので、私の方は主に、教材の構成に関することとか、テクニカルな、質問について回答して、で、その TA の方には内容の面での質問とかを回答していただいたりとか、場合によっては教員の方に送っていただいたりとか、そういうような、サポートを行います。でここがまさにこの講座の反応を確かめるような場でして、で我々はここでのサポートというのを非常に重要視しておりますので、運営チームで約120という、毎日ちょっとチェックしてですね、質問が来たらすぐ返すような、体制で、やっていました。なので、各質問には一応すべて回答はしているつもりです。で、これに加えてですね、ウィークリーダイジェストというものを E メールで送りました。MOOC はですね、基本的に、
ウィークごとに新しい内容というのがリリースされますので、それに合わせて、メールを送るということが、まあ、EDX なら EDX から、推奨されていて、でそれを、クォーター運営チームは送らないといけないんですけども、先ほど申しましたように、無視というのは非常に、終了率が低く、まあ、途中でドロップアウトする学生もいるの で、ここで私がしているのはディスカッションボードで盛り上がったトピックですとか、あとは、まあ、我々のミスがあったそういうミスを直したよとか、まあ、そういうところで、まあ、ユーザーネームを出してですね、褒めたたえるとか、あとはそうです、ね、まあ、出して、まあ、こういう質問をしてくれたことを非常にこうじゃあ歓迎しているというようなメッセージを、これは受講者と、受講者全員なので、もう講座にまだ来ていない人にもこういうようなメッセージが送られているので、まあ、例えばまだ全然見ていない学生が途中で、講座に受講を始めようという時でも、まあ、非常に分かりやすい入りやすいような感じで、まあ、それまでに起こっているようなそのディスカッショントピックをまとめて配信をしています。でこういうような感じで、学習支援というものを行います。でこれが私の最後のスライドでして、一応ここで終わりになるんですけども、はい、一応私の、発表はここで終わりになります。で皆様にですね、一つお知らせがございまして、ちょっとスライドをご用意してないんですけども、来週の金曜日ですね、8月の5日にですね、北海道大学オープンエデュケーションセンターが主催するフォーラムというものを、副題で行います。で8月5日の、午後、になる1時間になるんですけども、まあ先ほど紹介しましたいろんな、教材でご協力いただいた先生方をお招きして、まあ、実際先生方の、先生方からの、立場として、まあ、どういうような感想を持ったのか、まあ、どういう点で、まあ、そのオープンエデュケーションセンターというのが、まあ、役立つのか、まあ、そういうような感想を述べていただいたりとか、まあ、我々の活動全般を紹介して、で教講員には京都大学の伊予先生をお招きして、京都大学での実践、まあ、世界の動向などをお話しいただいて、であとですね、まあ、その先ほどご紹介しました設備なんかの、見学というものも行っておりまして、希望の方についてはご案内して説明をさせていただいたりということをいたします。でもしご興味ありましたら、まあ、こちらに、ご連絡いただければ詳細をお送りするのでぜひご連絡ください。以上です。大変興味深い話ありがとうございました。本日は重田先生そして長島さんにですね、非常にその視野の広いそのお話から具体的な北海道大学の取り組みまで非常にその多種にわたる多様なお話を伺うことができて、しかもかなり具体的な事例のお話を伺うことができましたので、現在我々も何ともしますか、その北海道大学さんのオープンエデュケーションセンターの後を追っかけているような立場かと思いますけれども、大変参考になるお話を伺えて、大変に勉強、いい勉強になったというふうに思っております。改めましてお二人にここで感謝の拍手をさせていただきたいと思います。